平野紫仕様、インスタ解説2ヶ月でフォロワー400万人突破、その成功の秘密とファンからの熱狂。こんにちは、皆さん。紫耀の仕様のインスタグラムアカウントがわずか2ヶ月でフォロワー数400万人を突破したこと、ご存知ですかこの大記録について、彼の成功の秘密、そしてファンからの熱狂についてご紹介します。 平野紫仕様、インスタ400万人突破。2023年7月7日、平野紫仕様は滝沢秀明氏設立の新会社、とべ、に、神宮寺勇太と共に合流し、個人のインスタグラムアカウントを開設しました。開設直後、彼の人気ぶりは想像以上で、アクセスが集中し、一時的にフォローできない事態が発生しました。 しかし、平野仕様の魅力はインターネット上で爆発的な反響を呼び起こし、解説からわずか1日でフォロワー数は200万人、11日で300万人を突破。そして、その後も着実にフォロワーを増やし、2ヶ月経たずにフォロワー数が400万人に到達しました。ファンからの熱狂。 平野の仕様のインスタグラムアカウントが400万人を突破したことに対するファンからの反応は驚きと祝福の声で溢れています。ファンからは紫輝くん、解説から約2ヶ月で400万フォロワーはすごい、400万人。おめでとうございます。さすがの人気と実力たくさん更新してくれ。ありがとうこれからの投稿も。 楽しみといったコメントが寄せられ彼の成功に対する愛情が示されています。成功の秘密は何かでは、平野仕様の成功の秘密は何でしょうかまず第一に、彼の圧倒的な人気と実力が挙げられます。彼は俳優としての才能に加え、カリスマ性豊かなパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。 また、彼のインスタグラムアカウントでは、日常生活から仕事の裏側まで幅広いコンテンツを共有し、ファンとのコミュニケーションを大切にしています。さらに、彼のフォロワー数急増の要因として、滝沢秀明氏設立の新会社、とべ、との連携があると言えます。 この連携により、彼の情報が瞬時に広まり、ファンからのサポートが得られたことも成功に寄与しました。結論。平野紫耀のインスタグラムアカウントが2ヶ月でフォロワー数400万人を突破した驚異的な記録は、彼の人気と実力、ファンとのコミュニケーション、そして滝沢秀明氏設立の新会社、とべ、との連携によるものです。 彼は今後もファンを魅了し続け、インスタグラム界での存在感を高めていくことでしょう。最後に、平野紫仕様のファンの皆さん、彼の成功を祝福し、これからも彼の活動を応援し続けましょう。記事は以上です。